台東区立黒門小学校は、東京都台東区上野1丁目にある公立小学校。江戸時代、現在の上野公園一帯には、徳川将軍家の祈祷、菩提寺として、歴代将軍から厚い庇護を受けていた、東叡山寛永寺があった。歴代の住職は、天皇の御子が務めており、比叡山延暦寺の座主と日光山林王寺門跡を兼ねていて、日本の宗教界の頂点に君臨し、寛永寺に居住していた。寛永寺の入り口の総門は、黒門と呼ばれていたので、門に近い町の名前には、元黒門、西黒門、東黒門と、黒門にちなんだものが多く、学校が設立される時に地域に根付いた黒門という、名称を校名として採用した。ちなみに、黒門小学校のすぐ側に住んでいた、落語界の大名人である、桂文楽は、黒門町の師匠と呼ばれていた。明治43年5月7日創立。江戸時代から日本を代表する、繁華街である上野の町を、そっくり学区域に持つ、小学校である。校舎は、都内でも少なくなった。関東大震災後の復興小学校を現役の校舎として使用していて重厚な雰囲気を醸し出している。また、建築当初からある地下の防空壕と二宮金次郎像もそのまま残っている。現存する震災復興校舎の中でも名建築として高く評価されている校舎を文化財、歴史的建造物として保存し、また、現役の校舎として長く使い続けるために、東京芸大などの専門家が監修して耐震化を含めた改修工事を2014年から2019年3月までに実施。創建当時の優美な佇まいを取り戻した。現校舎建築当初から1989年まで使っていた旧講堂には戦前に御神営を安置していた報安殿が残っていたが、旧講堂を体育館として改修した際に消滅した。黒門小学校の校長は、数校での校長経験、行政経験、校長会や全国組織の各教科の研究会の役員などを経験してから就任するのが慣例となっている。特に道徳研究の全国組織の会長を経験した者が多く、昭和40年代には全国の先駆けとなる。道徳授業を実践していた。また文部科学省等の研究指定校などを数多く経験している。卒業生のほとんどが私立、国立の有名中学に進学するために、千代田区の番町小や中央区の大名小などとともに、都内を代表する公立小学校の名門として広く認知されていて、都内や近県からの区域外就学児が、児童の半数以上を占めている。上野にある小学校として上野公園内にある文化施設との連携、協力も密にしており、地の利を生かした教育活動を実践している。黒門小学校育ての会を中心として、同窓会や地域との連携を行いながら、黒門小学校の教育活動や児童のために活動を積極的に行っている。作曲、山田耕作作詞、笹川林風一、三代の光と死の恵み受けて茂りし若緑上野の森の空高く我が学者の誉れをあげん前期子はやがて、前期人となるを忘れるなを怠るなに、清く素直にあきららけくけの風をも吹き起こし、忍ばずに咲く蓮の花よの寒とも章で仰がれん前期子はやがて前期人となるを忘れるなを怠るな、防空壕は、入り口が特殊な場所にあって施錠されており、普段は全く人の出入りがないこともあり、中は昔の雰囲気がよく残っている。建設当時のものとおぼしき、壁を外紙一つで伝う、裸電線に、伝統、昭和30年代の生徒の手によるとおぼしき、落書きなどが残る。学校の正面玄関を入って、左右に行くと、同じ1階であるにもかかわらず、廊下を進むのに不自然にも若干の階段を登らなければいけないのは、上げ底となった部分のもとに、防空壕があるからである。舞台の奥に、大理石で囲まれ、複雑なレリーフが施された、大きな木の引き戸があり、扉を開けた奥行きわずかなスペースが、報安殿として使われていた。戦後は学校教育から国体思想が排除されたことに伴って、報安殿として使うことを止め、全面をどんちょうで覆って、存在を隠し、運動会の入り隊城門を収納するなどの大物用倉庫としてひっそりと使っていた。ありがとうございます。